こんにちは。第一電気主任技術者の平です。今回は注意喚起として、解体現場の足場で感電事故が発生をしたので、防止対策及び、この事故に対する口コミを紹介します。はじめに、今回の感電事故について、4月27日の NHK ニュースウェブの記事、広島市中区の解体工事現場で男性倒れ死亡。 関電化によると27日午後4時前広島市中区の解体中のビルの工事現場で作業をしていた男性が倒れその後病院に搬送されましたが残念ながらお亡くなりになりましたまた消防によると高さ14メートルの足場の上で作業員が関連をしていると同僚から通報があったそうです現場の写真については 概要欄のリンクに貼ってありますが、その写真から状況を見ると、足場に対して中上変圧器と 6600V の高圧電線が付近にあり、それに画像のような絶縁の防寒を取り付けてなかったため、感電防止対策を怠った可能性があります。なお、労働安全衛生規則第349条には、電線に近接する場所で作業をする場合の 感電防止措置として電線を移設すること感電の危険を防止するための囲いを設けること電線等に絶縁用防護を装着すること蒸気が困難な時は監視人をつけることを講じる必要があります。これらの土についてはいずれか一つ講じればよいので電線の付近で作業を行う場合は人命を守るために必ずこの感電防止措置を厳守してください。 では次のサイドに移ります。では次に、今回の感電事故に対するネット上の口コミを4つ紹介します。はじめに、1つ目の口コミです。普通、このような工事を行う際には、元請けが電力会社に連絡し、電線カバーを取り付ける必要があります。また、高圧線の周囲は、単管を設置するだけでは感電の危険が残るため、しっかりとした対策が必要です。 次に2つ目の口コミです。高圧線の近くで作業を行う場合は、電力会社に防火の取り付けを依頼する必要があります。ただし、現在は無料では提供されていないため、費用を決した可能性が考えられます。以前は無料だった時代もありましたが、いずれにしてもそれを受け負った会社の責任です。リフォーム業者や素人集団が関わることもありますが、 安全な工事を確保するためには信頼できる専門業者に依頼することが大切です次に三つ目の口コミです高圧電線から2メートル以内での作業や足場仮設などでは感電を防止するためには各電力会社に防護の設置を依頼する必要がありますが現実には防護の設置には時間がかかったり高額な費用がかかったりするため短期間ならば 大丈夫だろうという安易な考えが生じています。しかし、作業員の安全は何よりも優先されるべきであり、適切な処置が必要不可欠です。建設建築現場の管理体制を改め、作業員の安全を確保するための措置を着実に行うことが求められます。次に4つ目の口コミです。もともと飛び職の経験から改修工事の足場に関しては？ 単価が比較的安いはずで現在の物価の高騰も考慮すると元ふけら提示される金額はかなり低い可能性があります安全を最優先にすると親方は赤字になるリスクが高まります安全を確保しつつ人員を確保し作業を進めるには現場で作業をする職人や親方がプラスになるような工程の余裕や単価の改善がなければ現場の 職員ののスキル次第でで同様の事故がが再び発生すする可能性が高いです以上注意喚起として解体現場の足場で完全事故が発生をしたので防止対策及びこの事故に対する口コミを紹介しましたこのチャンネルでは電験の囲去もの解説公式の動物などを発信していますよかったらチャンネル登録高評価 SNS 公式 LINE を登録していただけると幸いです。また、メンバーシップも行っているので、興味がある方はご確認ください。これからもご利用をよろしくお願いいたします。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。